かくオフシーズンの間は東海大学でトレーニングをすることも大事だと思うんですけど、やっぱり自分は、まあ、高校生活終わってから B リーグを経験して、そこから得られたものが、ね、たくさんあって、やっぱり1年のうちに一番国内最高峰である B リーグでやることっていうのは自分の財産にもなりますし、まあ、成長につながるっていうふうに思っているので、まあ、今年もしっかりと B リーグの特別試合として入って、まあ、いろんなことを吸収して成長できればいいな